皆さんこんにちは。自動車雑誌ライターの森啓太です。本日私の後ろにあります2台、レンジローバースポーツオートバイオグラフィーとレンジローバーヴォーグオートバイオグラフィー、この2台人によっては一見同じようなものに見えるかもしれないんですが、実は乗ると違いますということをこれから説明させていただきたいと思います。ではまずレンジローバースポーツの説明から参りましょうか。はい、こちらをご覧ください。これレンジローバースポーツのヘッドライトなんですけども、長方形に円形のこうモチーフが入っている、非常にプレーンといいますか、抽象度の高い綺麗な形のヘッドランプ。これはランドローバーの全車種に共通のデザインモチーフなんだそうです。これを見たらランドローバーということですね。後ろに回ってきました。一つこう目立つのはこれですね。排気管出口のエクステンションがこう顔を出しておりましてですね、パフォーマンスイメージを強調するデザインスタイリングになっているんですね。これはもう見てほしいぐらいのメッキもされてまして、そういう車だっていうことですね。それからガラスとこのこっちのアンダーボディのバランス、このバンパーがすごいマス感があるんで、しかもここでガラスがちょっと隠されてるんで、余計にやっぱりレンジローバーと比べるとガラス部分が薄いように見えますよね。そういう工夫をしてヴォーグとスポーツは違うんだよっていうことを見せてくれてるんですね。このリアスポイラーがレンジローバースポーツには標準でついております。車体の一部のように見えるかもしれませんが、これは別体部品ですね。レンジローバーヴォーグとは違います。それからブレーキです。まずこのディスクをご覧ください。大きいですね。ホイールこれ20インチもあるんですけど、内径がそれでもあんまり隙間がありません。伊達に20インチではないぞと。さらにこの巨大なキャリパー、車重 2.6 トンの車が200何十キロから急制動してもちゃんと止まれるようにと、そういうブレーキですね。じゃあせっかくなんでこの横に回ってご覧ください。ガラス部分とこのパネル部分のこの厚みの比率、レンジローバースポーツではちょっとこのガラス薄め、パネル厚めふうに見えると思います。それからこうさらに後ろにずっと来まして、スロープしたように見えるんですね。屋根はねそんなにスロープしてないんですけど、ここですね、この先でこうちょっと降りてるところがこう斜め後ろから眺めるとさらにこうスロープしてるように見えて、もっとダイナミックな、いかにもこう走りたがってるようなこの感じを出そうとした意図があったんじゃないかなと、デザイナーには見て思います。うまいですね。